はい、こんにちは。クローバーフィールド、新しい支援ですね。相手は穴が開いています。なんとか。ノーティカとダークフェザー。はい、来ます。ダークフェザーをパズルで倒せたらね。とりあえず、黄色よ、振って、おいで。左になんとなく黄色は集まりつつあるけれど、今ダークフェザーに回復されるのはまあ構わん。黄色、竜を、作ることを考えてここ行きましょうか。横に黄色竜ですよね。とりあえず来たけれども、ノーティカがスキルを発動する。はいはいはい。ではダークフェザーに、デバナ使い、ゴールディ使い、教授使い、ワドルズ使い、シフカウンター発動し、赤竜作るのもありな気がするけれども、とりあえずこうしましょうか。辛いな。全然ダメか。全然ダメか。パズル運はいいのにな。ここで、では、セオドシウスにワトルズ使って、2回行った。これか。シフカウンターは貼って、ダークフェザーにスキル発動されるのは嫌だけども、この黄色竜使っちゃおうかって考えたんですけど、一旦ここ行きましょうか。この辺で今、撤退を視野に入れてます。よし、一人行った。ダークフェザーがスキルを発動してから、デバナ使います。とりあえず教授使う。赤ダイヤを、教授が2回使ってくれた。なるほどね。赤ダイヤを作るか、緑もたくさんあるんで、もう行っちゃいましょうか。
ここで回復されてもどうせポイント変わんないんで。カウンターやった。ゴールディ使って。じゃあまあ、で、残り5分、はい。では、黄色よ、土着そ振ってこい。ワドルズ使って、ノーティカにわざとマナを貯めさせて、ああ、なるほどね。この幸運は支援でいいんか。支援として見たときには、まあ面白いけど、狙うって感じじゃないですもんね。こうして見てると。それでは、パズルで倒したい。これ、で、ノーティカいけるるるいけんかったらつらい。いけた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 。では、残り3分。今はマインドレスが効いてるんで、いっぱいいっぱい弾当てて。よし！はい、掃除でしたけれども、やはり勝てると嬉しいです。はい、ありがとうございました。はい、幸運を、幸運初挑戦でした。はい、ではでは。